毎回のように話していますが人生は波動が全てですいつも私の YouTube を聞いてくれている人は波動という言葉聞きなじんできたんではないでしょうかでも初めて聞いてくれた人は波動何それと思いますよねしかも実体が見えないから怪しい私は見えないもので詐欺にあったので怪しむ気持ちわかります私は先生から、 昔みたいに騙されないためには最低1%は疑うことが必要と教わってるし私もそう思っていますだから私のことも疑ってもらっていいです波動とはエネルギーですエネルギーレベルが高いことを波動が高いと言いますこの話はややこしいなとずっと思ってたんですが人もスマホも本もすべてエネルギーが物質化したものです突然ですが 人間は人生を楽しむためには幸せになることが必要幸せになるためにはいい引き寄せが必要いい引き寄せを起こすためには潜在意識の書き換えが必要です波動やエネルギー潜在意識のことが分からなくても人生を楽しみたい幸せになりたいいいことを引き寄せたいと思いますよね。 私の過去の YouTube やブログを見るとお分かりの通り私はドラマみたいな不幸な人生でしたそれは私の潜在意識にマイナスの情報が入っていてその考え方を使っていたからですでも潜在意識の情報を書き換えて悩み不安悪い引き寄せが減りました私自身。 これからの人生を楽しむために、そしてこれを聞いてくれているあなたにも役に立つように、どんどんいい情報を入れて発信していくので、ぜひ私の YouTube を聞いてくださいね。今日はこれで終わりますね。次は明日の朝、7時30分に来ますね。